お世話になります。ひとりでございます。鎧の孤島で復活したポケモンカイロス。このポケモンはまだまだ底辺 YouTuber の私の動画なのに一瞬チラッと映っただけでカイロスじゃねえかとたくさんのコメントをいただくんです。動画時間はもっと長いのにたった1秒でいつもより多くコメントをいただけるわけですから、このカイロスにはとてつもなく強大な影響力があるわけです。そんな強大な力があるなら無双できるのではないかと考えるのが我ら日本人の差がですよね。で、一度無双のことを無双したら無性に眠れなくなるのが私の差がでございます。おそらく皆さんも眠れていないと思いますので、今回はカイロス一体で剣盾のストーリーは無双できるのか検証していきたいと思います。ルールは最初に交換できるところまで普通にストーリーを進めます。その後卵を交換して孵化させ、そこから基本一体でストーリーを進めます。ダブルバトルの際はその都度適当にポケモンをゲットし、相手への影響が最も低い技を使用します。その他細かいルールは概要欄をご覧いただければ幸いです。はい、じゃあまずは早速交換していきましょう。はい、オッケー。それじゃあ孵化させていきましょう。オッケー、親来ましたね。来た、カイロス。はい、ニックネームつけていきましょうか、じゃあ。こいつ無双できなさそうだから、無双ロスでいきましょう。はい、で、中身見ていきましょうか。はい、じゃあこの無双ロス、レベル1のメスでございまして、特性が自信過剰でございまして、相手を倒すと自信がついて攻撃が上がるっていう感じで、これまさに無双企画にもってこいの特性ですね。この特性もあったんでね、無双企画よりやりたいなと思ってたんですよね。で、技については挟む硬くなる電光石火フェイント。これはわざわざ遺伝とかさせてないんですけど、勝手に遺伝してましたかね、多分。で、ちなみにこいつビルドアップも覚えるんで、やはりね、無双企画に持ってこいのね、ポケモンなんじゃないかなと思っております。で、意地っ張りな性格なんで、攻撃が上がって特攻が下がるっていう感じですね。この準備万端な個体でやっていきたいと思います。はい、じゃあ今回レベル1なんで、まず育てていきましょう。最初やんの欲しがりつあたりがいいかな。あ、ちょっと待って、ここからはやばいぞ。ここからはやばいって、おいおいおい。なんでだよ、間違ったわ。いや、逃げたい、これ逃げないとやばいぞ。待って待って、やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。ちょっと待って、これはプレミだ、いきなり。逃げられねえし、おいおいおい。逃げろ。おい、やばいぞ、これ。しかも相手のレベル高くねえか。逃げろ。おっけ、危ねえ。星ガレスでいいでしょ。いけ。電光石火かな。うわ、全然食らわねえ。うわ、ひでえ。これ勝てなくね？相手強すぎだって。そっか、こっちタイプ1じゃないからきついんだ。逃げる。ちょっとやばい、死ぬ。待って。ってやばいでしょ、これもうやばい。全然無双できねえわ、これ。いや、こいつ戦ってみる？黒叩き。オッケーオッケー。これいけそうだね。黒叩き全然食らわないから。挟む。あーまあ、なんとか。怖い。黒叩き。ちょっと怖いぞ。挟む。傷薬使わないとこれ無理っしょ。はい、挟む。最後、電光石火。オッケー、ようやく倒した。はい、レベル一気に4レベル。気合ダメいらないよ。オッケー、星狩り数いこう。挟む。お、結構入るぞ、割と。なんとか倒した。そのままいっちゃうか。また倒せましたね。もうちょい育てよう。挟む。オッケーオッケー。こんだけ食らうわ、3レベルだったら相手が。はい、倒す。倒す。おっしゃ。はい、一発で倒す。はい、余裕。はい、余裕。はい、余裕。おっしゃ。はい、これで8レベルに上がったぜ。締め付けるか。締め付けるはいらなくねえか。おっし、ワイルドエリア抜けていきましょう。本来なら得意なタイプなんだけどね。ノーマルタイプ技しか持ってないっていう。やっぱ技がね、挟むしかないな。挟むで、あ、半分入るから、まあまあまあ悪くはないでしょ。で、こっちも、あ、全然入んない。防御力意外と高いな。4しか食らわなかったぞ、意外と。意外と無双できそうだな。しかも調べた限り技マシンとかも結構覚えるから、いけそうな気もしなくもないですね。はい、もう一戦。挟むで2発。はい、2対2で勝負。はい、挟むで2発。自信過剰来た、初めて来た。強い。やっぱ自信過剰なかなか使えんな。はい、蜜葉の石受け継いでいきましょう。あ、シルクのスカーフ。これちょっと使えるかな、しばらくは。ノーマルタイプの技しかないから。はっきり言ってこのアイテム絶対持たせるやついないですよね。カイロスに。あ、そうだ、ここでホップ戦なんだ。意外と食らわないな。やっぱカイロス意外と硬いんだよな。2レベこっちが負けてんのに。倒していく。はい、自信過剰強いな、マジ。つつくやばい。あー大丈夫。つつくでこんだけしか振らないんだ。意外と大丈夫だな。2発で倒した。はい、自信過剰でまたアップ。うわ、こいつは意外と強かった。挟むで3発。やべ、草むらに入っちゃった。やべ、泥まんこと会っちゃった。バカしたバカした。バルキー、むっちゃ追いかけてくんだけど。何こいつ、どこまで追いかけてくんの？おい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 。やべ、早い早い早い。お前、早すぎだって、バルキー。おし、戦おう。お、地球投げ？地球投げ、まあ一応覚えさせておくか。こっち、虫タイプの技、あいにく覚えてないんですよ、まだ1個。カイロスは虫タイプの単タイプなのに、虫タイプの技覚えないのはなんでだろう。挟むで2発。はい、自信過剰強い。うわー、きつい。再起光線強い。いや、死んだか。マジかマジか。危ねえ、くすぐるやれた。危ねえ、ギリギリだ。なんとか倒す。
念力きっちり急所だし OK 何度か勝ってた。こいつに苦労したの初めてだわ。こんなにうわ最悪、やべえ毒になっちゃった。毒消し持ってねえんだよ。もう毒状態直せなかったし、最悪の条件でここに来ました。はい、ダイナックルで相手を倒して OK、 攻撃1段階上げつつ、でさらに地震過剰でもう1段階上げていく。はい、ダイアタックで、うわ全然2段階上昇のダイアタックでこれしか入んないの、ひど。ダイアタック、ちょっと待って、やばいって、強すぎだって。なんでここ一番得意なとこなのにさ、虫タイプの技覚えてないからだよ、最悪だわ。つうかレベル差がやばいんだ、こっち14レベルで相手19で、5レベルも差あるんだ。よし倒す、大草原ラッキーラッキー、これ勝てるよ多分。あー無理だ、死んだ。やばい負けたか、いやー負けた、マジかマジか、そりゃきついって。はい、ダイアタックちょっと育ったから、うわ2発して倒せないか、やっぱこれで大草原オッケーオッケー。はい、挟むで最後は終わりと。よかったー、倒せた。なんとか、きつかったなー。あ、虫食いようやくだよ、ここに来て。遅えよ。草タイプのジム倒した後に覚えるっていうね。しかも今後虫タイプの技あんま活躍するとこねえぞ。あ、虫タイプの技使うとこあったわ、エルダンの。ただエルダン別にそんなのなくても勝てる相手だからね、大体。はい、虫食いで一発撃つよ。はい、虫食ってく、連戦か。虫食って3発、ホップと勝負だ。2回虫食ってく、地震過剰で上がってく、挟んで2発地震過剰。はい、2段階上昇して虫食ってく。よし、いつも通りここで勝っていきましょう。やっぱここはのんきのお子でしょう。いやこいつ地味に岩タイプいるからな、厳しそう。はい、虫食って2発、はい地震過剰でアップ。ダイナックル使おうと思ったのに死んじゃった。地震過剰でさらにワンアップして、山嵐なんか覚えんの。いやこれは結構良くねえか普通に。え、相手の方が素早さ早いの、ダイアタック。え、マジマジか。しかも素早さ下げられた。ダイナックル一発じゃ無理だよね。でも2段階上がってんだよ攻撃。ダイアークラッキーラッキー、ダイアークはラッキーじゃね。オッケー、耐えた耐えた耐えた。なんでダイラックしてきたの。岩タイプ技やれば速攻死んだのに。めちゃめちゃ運ゲーじゃんこれ。よし、ビート勝負しよう。はい、虫食って一発、はい虫食って一発、はい虫食って一発、はい虫食って一発、全部一発だ、つえ。よし、エルダン行こう。虫食って一発、虫食って一発、はい虫食って一発、山嵐って一発。よし、ここで買っていこう。よし、念願のストーンエッジですね、これ買って覚えさせていきましょう。よし、マリーちゃんと勝負だね。浅村三発、虫食って二発。あぶねー、ちょっと回復しないで戦ったらギリギリ一発で捕まえなきゃ、やばくねこれ。え、やばい負け、当たったら死ぬ。おい、マジかよ、ここで倒された。マジかよ、これきついわマジ。倒すしかないか、ダブルアタック、そんなの覚えんの。まあいいや、挟む忘れさせよう。きつ、またやられた。おい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 、マジかよこれ、勝てる気がしないよ。鬼 B、 いやー やられた。あっ、うわ、ストーンエッジ全然入んねえし、こんぐらいしか入んねえんだ。やっと倒した。はい、地震化状態威嚇されて、これで結局下がっちゃうんだよね。すみません、うわ相手の方が早いんだ普通に。耐えろ、耐えた耐えた耐えた、すげえこれは。マジか、あれ耐えんの。オッケー、一発で持ってった。あ、ちょっと待って、砂嵐ちょっとワンチャン自分死ぬぞこれ。オッケー、こっちの方が早いんだ。オッケーオッケーオッケー、あぶねえ、マジか。事務戦の前に結構死んだのに、ここ一発で勝ったわ。ウーラオス一撃の方ですらここ負けてるから、なかなかいいんじゃない。はい、砂蛇ちゃんイベント来た。はい、虫食って2発、虫食って1発、連戦か。はい、虫食って1発、たまたますごい絵面になっちゃった。めちゃめちゃこいつらがドアップされることなんてあんまないのに。よし、ホップと対戦だね。エッジで一発、当て身投げか。なんで当て身投げの方が後なんだろう。山嵐の方が絶対いいと思うんだけど。はい、虫食って一発、ダブルアタックで一発。はい、虫食って一発。ここで泥棒ちょうどね覚えるらしいんで、ここで買っていきたいと思います。実際このシレって一番危ないよな、なんか潰していきましょう。泥棒、あ、そうか、ここで、うわ入れ替っちゃうんだ。いやこれきついぞ、特性取られたままだ。呪いしてくんな。オッケー、原始の力ラッキー、耐えろ。うわマジか、きつ。はい、ダイアークで一発いけるか。あ、一発で倒しましたね。オッケーオッケー、これで発動しないと。で、地震過剰発動する。ダイアークで一発だね。地震過剰。はい、泥棒で2発。地震過剰。耐えろ。頼む。あ、無理か、無理か。うわ、もう無理じゃん。これ勝てねえって、マジで。いや、力の鉢巻き持たせてちょっとごまかそっか。やっぱこいつをエッジで倒すしかない。いけ。ストーンエッジで倒せていく。泥棒で一発。シザークロス来た。完全に虫食いよりいいわ。大丈夫か、これ。あ、ダイアシットだ。うわ、ラッキーラッキーラッキー。なんでダイアシットしてきたの？うわ、あれやられたら負けてたのに、巨大幻影。うわ、よかった。なんでなんでこれ。よかった。運ゲーで勝った。なんだこの気持ち悪い勝ち方。お前はいけるね。はい、シザークロス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 。よし、行こう。
うダブルアタック全然効かねえ。これしか入んねえの。オッケー、これがあるから救われるよな。まだ素早さがぐんと上がる。キッズ、うわ毒になったし、私の好きな色は、はい、防御と特防上がっていく。あ、これ16歳ね。これで攻撃と、特攻が上がっていくはず。オッケー、ポプラの力で勝った。でさらに地震過剰で上がっていく。はい、ぶっ潰す。地震過剰は威嚇されていくけど、ここで、ダイナックルをやっていく。一発で倒してさらに攻撃1段階上げていく。でさらに地震過剰で攻撃上がっていく。強。はい、第6区で一発で締めていく。よかった。まあ、完全ポプラのおかげだけどね。で怪力覚える。ダブルアタックよりは強いから覚えさせておこうか。いや、ホップはいけんな。お前次回クビになってるからな、覚悟しとけ。オッケー、ストーンエッジ当たらなかった。うわ、きっちー。よかった、ちゃんと当ててくれた。はい、山嵐していく。うわ、相手の方が早いのか。やべ、死ぬ。あっ、ぶれ。ギリ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 じゃん。回復ねえわ、最悪。マジか、ミスったわ。うわ、ちゃんとエッジ当ててくれたわ、一発で。オンの逆転ファイターってお前最後使うのゴリランダだろっつ。普通にエッジがちゃんと当たればね、余裕で倒せんだよ。私カイロスはメロンが大好物なんですよ。クワガタだからね。だからペロ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 させてもらいますよ。エッジで一発、地震過剰。山荒らしてく、地震過剰。山荒らして一発、地震過剰。ダイストリーム耐えろ耐えろ。うわ、まあ無理か、マジか。いや、凍える風きついな。巨大旋律耐えろよ、耐えてくれ。オッケー、耐えてくれた。いや、もう攻撃の面だったら余裕で倒せんだけど。あれ、倒せない？マジか。え、無理じゃん、もう。素早さきついんで、初めてのこだわりスカーフゲットしていきましょう。はい、これでこだわりスカーフ初めて手に入れたわ。こんなの、なんでこいつでこんな負けると思わなかったんだけど。きつすぎる、勝てねえ。ド忘れ、え、ラッキーじゃん。いいね。あとはストーンエッジを当てるだけ、頼むよ。しゃ、なんとか突破した。まあこれストーンエッジ当てゲーだな。よっしゃ、勝負しようぜ。はい、山荒らしてく。ドリルくちばし耐えろ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 。オッケー、耐えた。とりあえずアーマンが倒した。はい、山荒らしていく。オッケー、シザークロス。耐久面ですげえきちいな。すげえ一生懸命ラッパ吹いてるけど。山荒らして一発、山荒らして一発。地獄車か。え、なんで山荒らしの方が絶対強くね。ラクマもどき戦いましょう。やべえ、マジか、危ねえ。カウンターで死。え、ちょっと待って、あられで死んだ。マジかよ、おい、ふざけんな。こんなとこで死ぬ予定なかったのに。もしマリーちゃん勝負だ。シザークロスしていく。入りきる。シザークロス。気持ちよく追い込んでくれるじゃん。なかなか卑猥だよな。はい、山荒らしていく。はい、ここでザコを捕まえていきましょう。事務用のホシガリスちゃんですね。はい、オッケー。お前はスプラトゥーンにでも出とけ。山荒らして2発。シザークロスしていく。はい、山荒らして1発。シザークロスしていく。オッケー。ここは無双できたね。みんなすげえ泣いてんのに。まっすぐまだけベロ出して。ハハしてるだけっていう。よし、もう一回捕まえていきましょう、ザコ。事務戦のためだけの要因。よし、行こう。うわー、でもハスムギルチェさすがに使わねえかな。うわー、ここマジで超きつそう、ほんと。うわー、ワイドブレイカーいきなりやられた。きつー。で、ダイナックルでギガヤス攻撃してく。うわ、全然入んねえじゃん、マジかよ。ワイドブレイカーやりすぎだよ、これ運が悪い、ほんとに。こんな運悪いことあんまねえぞ。うわー、普通に負けた。全然ダメだわ。よし、ここで自信勝っていきましょう。うわー、もう全然ダメ。バーカー。いや、ここで技を思い出すね。いや、ここハサミギロチン覚えさせるしかないか。もう頑張れ、いけ。おっしゃ、当たった当たった奇跡じゃん。ヘビーニラミ、うわー、やれた。いやー、きっちー。めちゃめちゃきつい。しかも急所に当たったし、ロックブラスト。無理だ、全然無理だ。いや、これワンチャンこだわりスカーフ持たせてみる。それで上から最初ハサミギロチンやろっか。スカーフギロチン当たれ。うわー、無理か、全然無理。オッケー、決まった、スカフギロチン。いった、これいけるぞ。おっしゃ、一発で持ってけた。あ、守る、ラッキーラッキー。サダイジャ守る、ラッキー。ダイロック、うわ、ダイロック覚えてんのか。あ、耐えた耐えた。ダイアースでジュラルドン一発で持ってく。オッケー。あ、そうだそうだそうだ、ハサミギロチンしか出せないんで今、こだわりスカーフのあれで。いけ、当たれ。うわー、きつい。悪あがき、一発持ってけ。無理か、悪あがきでいけ。頼む、とどめさせて。オッケー、倒した、わらあがきで。すげえ、奇跡の勝利だ。もうめっちゃ時間かかった、ここ。ここは楽だろうね。シザークロしていく、山荒らしていく。地震で一発、ダイワームで一発、ダイワームで一発。いったろね。山荒らして一発、エッジ二発、地震ワンパン、ダイナックルでワンパン、ダイワームで一発。いけっかな、なんとか倒す。地震でワンパン、はい、ワームで一発、ワームで一発、ヤースでワンパン、ぶっ潰してやるよ。はい、地震でワンパン、シザークロしていく、シザークロしていく、ワームで一発。取るに足らないジムリーダーな。エッジで一発、シザークロしていく、カマス状にかましていく。はい、ダイナックダイヤースでワンパン。多分勝てると思うんだけどね。うわ、岩石封じやられるのはきつい。
まあとりあえず倒していく。うわマジカルフレームワンパンされんなこれ。マジかよ、きつすぎでしょ。初手で大アーク行くしかないねこれ。おお、よかったよかった。おし、大アークで一発。はい、大アークでワンパン、泥棒でワンパン。オッケーオッケー、地震過剰しまくったね。地震耐えられるわけないでしょ。やべえ、泥棒のままきちった。あ、オッケーオッケー、一発で持ってけんだ。なかなかいいね。こいつも持ってけた、さすがに。ワームでワンパン、シザークロスしていく。大ロック、うわー危ねえ危ねえ危ねえ。地震でワンパンですね。ローズさんバトルしようぜ。はい、ダイアースでぶっ潰す。はい、ダイアースでワンパン、シザークロしていく。さすがに一発で倒せる。いや今回は勝ってるでしょ、自信あるから。火炎放射やばい、死ぬ。ワンパンは無理だよ。おい、ちょっと待って待って、無理だってこれ。もうこれ運ゲーじゃん、絶対無理じゃんこれ。こだわりスカーフ持たせるしかないっすね、これは。つか負けた場合もう一回これ繰り返すの。黒っぽい、うわ黒っぽいあったのかよ。黒っぽいやってこなかったじゃねえかよお前さっき。黒っぽいやられてたら普通に勝ったわ。バイ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 ピーだよそんなの。二度目の無限ダイナちゃん。ちょっと待って待って、無理だよ。大バンで一発かよ。光の壁あんだぞ。おいおいおい、よし、ここで突撃直機を手に入れて。初めてだよこんなアイテム持たせることになったのは。おい大バン、耐えた耐えた。うわやべえやべえ、バカしたバカした。あ、そうだ、回復しなきゃいけないやつだった。バカした、これはひどい。こんなやり直したの初めてだわ、ほんと。ゲー、ヒールボルトゲットだぜ。もう無限大な嫌いだよ。私を何回倒したと思ってんね。お前なんかいらねえや。ちれ。多分ダンデ戦もこだわりスカーフないと多分普通に全員相手の方が早いんで多分勝てないっすね。頼むから勝たせてほしい。いいよ、解放者で耐えろ。うわ無理か、さすがに。はい、これでさらに特防上げて地震過剰で攻撃上げていく。うわ火傷になった、これは最悪で。ここで私こだわりスカーフなんで、あと全員にストーンエッジ確実に当てないと勝てないですね。うわ火傷になった、もう負けた。倒していく。で一発で持ってかないともう勝てない。うわ無理か、勝てねえな、無理だろこれ。いや突撃直帰でいってみよっか。じゃあ固定回復の薬がちょっとずるいけど、激凛やってくるが耐えていく。オッケー、シザークロスしてワンパン。シザークロスしていく。シザークロス、大ジェットか、大ジェット大変じゃねえワンちゃん。うわ無理か、なんでこの技やってこなかった。うわ無理だ、もう無理無理か、もう勝てない。耐えろ、激凛耐えろ耐えろ。オッケー耐えた、これいける、育ったから耐えたのかな。オッケー、いいよいいよ。今特防3段階上がってますから、相手の攻撃には耐えて、あとこれストーンエッジさえ当てれば勝てるんじゃん。本当に頼む、耐えろよ、頑張れよ。お、耐えた耐えた耐えた、全然耐えるじゃん。オッケーオッケー、ストーンエッジ当てろ。当たんなかった、おいふざけんなよ。おい最後のチャンスだと思ったら、回復の薬使えば大変じゃね。大ロック、大ロックはラッキーラッキーラッキー、それはラッキーだよ。大ロックラッキーラッキー、これはいいんじゃね。オッケーオッケー、これいけるぞ、当てろよストーンエッジ。オッケー、オッケー、やってた、おっしゃやっと勝った。相手がバカしてくれたから勝った。何度か終わった、もう辛かった。こいつだけで何回戦って何回負けたと思ってんで、しかもほぼ運ゲーみたいな感じだし毎回。ということで検証結果、カイロス一体で剣盾のストーリーはチョコチョコしか無双できないでした。いやもう最後のダンデ戦見ていただいた通り散々な目に遭いましたね。というのも皆さんもご存知だと思いますが、カイロスは防御の種族値こそそこそこ高いものの、 HP と特防がやっぱりそんな高くなくて、この1体だけで戦うという企画上相当にきつい耐久性なんですよね。攻撃面については元の種族値も高い上に地震過剰というね、この企画にも最適と言っても過言ではない特性を持ってて、ビルドアップせずとも圧倒的攻撃力で相手を駆逐することができたと思うんですが、結局ペライと攻撃することもできず終わってしまうんですよね。しかも素早さが微妙っていう点がありますね。遅い方ではないと思うんですが、1体とか2体でも自分より素早さ速いやついれば持ち前のペラさでそこそこ削られてしまうので結構中途半端なんですよね。てな感じでカイロスのデザインとかキャラクター性については素晴らしいポケモンだと思うんですが、対戦においてはカイロスを生み出した思考回路すごく気になっちゃいましたね。